録画。こんにちは、 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回は、日本のスケートパークを制覇するその3ですかね。で、今日は神奈川県厚木市にある防災の丘公園スケートパークに来てます。ここ確か前回5-0全流しチャレンジみたいなので来たぐらいで、ちゃんとね、全部滑ってないですよね。なので今回は防災の丘公園ちゃんと1日滑っていきたいなと思います。では、ここの特徴としては、まあ、つむら製のセクションに端にね、長いこうレッジがついてるんですよね。あれでこう結構流す練習ができたり、途中抜けの練習したりと、結構ね、個人的には好きなパークであります。なもんで、防災の丘公園滑っていきましょう。
はい、というわけで神奈川県厚木市防災の丘公園でした。ではここの防災の丘公園、まあ丘、防災の丘っていうぐらいなんで、まあ、割とこう高いところにあります。なんで、で割とこうね、自然あふれるところにあるんで、まあ、気持ちよく滑れます。はい、今日めっちゃいい天気だったんでね。であとあの風かわすんですよね、ここ。風こうなんかこう壁がね後ろにバーってあるんで、割と風強い日でも風向きがまあ良ければかわします。なので結構風強い日でもね滑れたりするんでおすすめです。で基本的になんか人がいるイメージがないんでスケーター絶滅したのかなみたいな、まあそんな感じなんですけど、まあなんでね、まあ割と来たらこう伸び伸び滑れるんじゃないかなと思います。はい、というわけで防災の丘公園からでした。でね、神奈川県、まあこれで3県目なんですけど、まあ神奈川スケートパーク、まあ数十軒ぐらいあるんで一つずつこんな感じで滑ってって、まあ日本のねスケートパークを制覇していきたいと思います。でまあその前はね、あの47都道府県でねスケボーするみたいなのをやってるんで、まあそっちの方はあの再生リストの方にね、多分47都道府県で滑るみたいなのがあるんで、気になる方は見てあげてください。というわけで今日はこれで終わりになります。以上 TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。